ローラント・マッテスはドイツの元競泳選手。史上最も成功した背泳ぎのスペシャリストとして知られた。1967年4月から1974年8月にかけて出場したすべてのハイエーシボクで勝利を収めた。背泳ぎではヨーロッパ水泳選手権で2大会にまたがり4冠、世界水泳選手権でも同じく2大会にまたがり3冠に輝き、背泳ぎ、 バタフライ自由型、メドレーリレーで19の世界記録と21のヨーロッパ記録を叩き出した。マルリーソグローエによるトレーニングを受けた。1968年、1972年、1976年のオリンピックに出場し、金4、銀2、銅2と合計8個のメダルを獲得した。1976年では100メートルハイエーの 銅メダルのみに止まったが、1968年と1972年には100メートル200メートルハイエーにおいて金メダルを獲得。これら個人種目に加えて、1968年1972年の400メートルメドレーリレーで銀、1972年の400メートルフリーリレーで銅メダルを獲得している。1973年、 ベオグラードで開かれた第1回世界水泳選手権で100メートル200メートルハイエイの初代世界チャンピオンとなった。さらに400メートルフリーリレーで銅メダル400メートルメドレーリレーで銀メダルを獲得した。2年後の1975年、カリでは100メートルハイエイの世界タイトルを防衛した。1970年と1974年の ヨーロッパ水泳選手権では100ミリメートル200メートルハイエーで4つ、すべてのタイトルを獲得。その他個人では、バルセロナの100メートル自由型、ウィーンの100メートルバタフライで銀メダルを獲得。団体としては、バルセロナの400メートルメドレーリレーで金、400メートル4200メートルフリーリレーで銅、ウィーンの400メートルフリーリレーで銅メダルを獲得した。 1967年から1971年、1973年、1975年の計7回にわたって、東ドイツ年間最優秀スポーツマン賞を受賞した。1981年、国際水泳殿堂入り。東ドイツのドーピング問題は、同国のアスリートが残した業績の大部分に疑念を抱かせた。しかしマッテスは、 彼の所属していた水泳クラブが政府のシステムに組み込まれるにはあまりに小さなものであったことを明確にしドーピングへの関与をすべて否定した。1970年から1977年までライプツヒのドイツ身体文化大学でスポーツ科学を学び、1978年から1984年までイエーナ大学で医学を学んだ。卒業後は 生計外科医として働いた。1976年に現役引退し、1978年5月に同じ東ドイツのオリンピックスイマーであるコルネリア・エンダーと結婚したが、1982年に離婚している。2019年12月20日、69歳でエミハイエーのライバルでオリンピックで5つのメダルを取ったジョン・ネバーは、不法に際して、 マッテスについて、ローラントはこれまでの生涯で出会った最大のハイエー選手でした。オリンピック2大会で背泳ぎのタイトルを守った唯一の水泳選手であり、国際大会でフリーとバタフライのメダルも取った。1972年ミュンヘンオリンピックの100メートルバタフライ決勝で、ローラントがスタートを失敗しなかったら、マークスピッツに勝利の栄冠は与えられなかったという人もいます。 マッテスは、ハイエーで10年間無敵でした。彼の滑らかなストロークと力強い加速は、私が見た彼のすべてのレースで、前代未聞の結果を導き出しました。と語った。ありがとうございます。